ねずっともみちゃんです。今日はミニバ初心者が勘違いしがちなことを紹介します。ユニバで、実はですね、初めてユニバに行く人とか久々にユニバに行く人向けの動画なんで、ぜひこれから行く予定の方はこの動画を参考にしてください。あと中世この TV はこれからもユニバのいろんなお得情報をお届けするので、ね、チャンネル登録、評価、コメントお願いします。で、初めてユニバに行く人とか久々にユニバに行くことって、これできると思ったけどそうじゃないのって思う方がめちゃくちゃあるんですよ。だからですね、それをね、もうまとめて一気に紹介します。だからこの動画を見たら、もう皆さんのその悩みとかなんかとか、だからもう一気にね吹き飛ぶんでね、ぜひ参考にしてください。じゃあ早速やっていきます。豆ダーマン。で、まず1個目の勘違いしがちなことは、ユニバの大人気エリアのハリーポッターエリアなんですけども、整理券なしで入ることができるんですよ。で、これね、結構ね、コメント欄でもね、ちょくちょく質問いただけるんですけども、入場整理券なかったら入れないですかって結構来るんですよ。でね、今のね、ハリーポッターエリアはもうそんなことないです。だからもう整理券なしで自由に出入りすることができます。でね、これね、なんで勘違いされてるかの理由なんですけども、今のユニバのエクスプレスコースの中にハリーポッターエリアの入場確約券ってついてるんですよ。で、この入場確約券はハリーポッターエリアに絶対に入れる券のことなんですけども、まあ、正直言ったらハリーポッターエリアって常に入場確約なんですよ。だからこのエクスプレスコースを見て、ハリーポッターって入場制限かかって整理券いるんやと思う方もいると思うんですけども、基本ハリーポッターエリアは自由に出入りすることができます。で、次の勘違いしがちなことは、多くの絶叫系大好きな方は朝一ハリトリカーバックドロップに乗る方が多いんですよ。で、ね、基本ね、ハリトリカーバックドロップに行く場合に朝一先にハリトリマ前向きの方乗っちゃうんですけども、まあ、正直言ったら前向きの方乗ったらちょっとね、効率悪く回ることになるんですよ。というのも、まあ、このオムニティビリはたびたびのたびたびに言ってるんですけども、基本的にバックドロップってハリトリカー前向きよりかは運行数が少ないんですよ。で、大体の目安なんですけども、ハリドリが3台で動いてたらバックドロップは1台で運行する数なんですよ。だから何かって言ったら、基本的にハリドリとバックドロップ同じ待ち列の長さでもバックドロップの方が待ち時間長くなる傾向があるんですよ。で、基本的には1日通してずっとバックドロップの方が待ち時間長いんですけども、朝一に行った場合はどっちもね、もうすごい短時間で乗ることができるんですよ。けどこの朝一を逃しちゃったらバックドロップえげつない待ち時間になる可能性があるんで、朝一ハリトリバックドロップどっちか乗る予定の方は先にバックドロップ乗るのが圧倒的におすすめです。で、今ね、私ね、ユニバーサルワンダーランドにいるんやけど、私って言わないか。今ね、僕ね、ワンダーランドにいるんやけど、ここのワンダーランドに関することなんですけども、ワンダーランドの一部の人気アトラクションを乗るのに予約乗りを取らないっていうことです。で、ユニバーサルワンダーランドには予約乗りって言って、もうそれやそれや超便利なシステムがあるんですよ。で、この予約乗りは簡単に言ったら、ワンダーランドの一部のアトラクションを事前予約することができる無料の魔法のチケットなんですよ。で、この予約乗りに関したら、ユニバの公式アプリから取得することができるんですけども、その予約乗りの対象アトラクションが、まずはフライングスヌーピー、エルモのバブルバブル、エルモのゴーゴースケートボード、モッピーのバヌントリブル、この4つのアトラクションは予約乗り取ることができるんですけども、特にこの4つのうち、エルモのバブルバブルとフライングスヌーピーってもうえつないほど人気なんですよ。で、それこそもう余裕で混んでる日は1時間待ちとか、まあ、はたまた100分待ち近く行くことがあるんですよ。でもね、この予約乗りを使ったらマジでマジで一瞬でアトラクションに乗ることができるんですよ。だからこれからワンダーランドで遊ぶという方は、予約乗りやってるのはもちろんそうなんですけども、エルモのバブルバブルとフライングスヌーピー乗りたい方はもう特に予約乗りに取ってください。で、この予約乗りの詳しい説明に関したら、前にね、ユニバー短時間方法まとめみたいな日本語おかしいけど、こちらの動画で述べてるんで、ぜひねチェックしてください。で、次に勘違いされがちなことなんですけども、まあ、これはね、先ほどの予約乗りにつながることなんですけども、任天堂ワールドのエリア入場整理券と、たまに発見されるアトラクション整理券、まあ、これは結構期間限定のアトラクションが多いんですけども、このアトラクション整理券と予約乗り、同時間帯に
取れないと思われがちです。でね、この MTV ではたびたび整理券は同時間帯に複数枚取ることができないって言ってるんですけども、これらの3つの整理券はまた別の種類の整理券になってるんですよ。だから同時間帯にこのエリア入場整理券、アトラクション整理券、予約乗りを取ることはできます。ですけどね、まあ、アトラクション整理券、予約乗り、同じ種類の整理券は同時間帯に取ることができないんで、そこは注意してください。あと他にちょっと注意することがあるんですけども、任天堂ワールドのエリア入場整理券と予約乗りの時間帯なんですけども、この時間の猶予が1時間あるんですよ。けどアトラクション整理券に関したら基本的には15分の猶予しかないんで、そこも注意してください。だからもうアトラクション整理券に関したら、ちょっと見逃してたらもう使えなくなってるってなることがあるんで、ほんまに15分ぐらいマジで短いんで、ぜひ注意してください。もうカップラーメン5個しかもう作れないからね。そう考えるおかしいか。あとその他にも整理券関係のまあ勘違いしがちなことがあるんですけども、まあ、先ほどの予約乗りでも言ったんですけども、基本的に今のユニバの整理券はもちろん発券機でも整理券発券することができるんですけども、ユニバの公式アプリからでも取ることが可能なんですよ。でこの公式アプリから取る場合は、まず入場券の裏にある QR コード、もしくは年間パスポートの裏にある QR コードをユニバの公式アプリに登録しないといけないんですけども、それを登録した後でしたら、パーク入場後にいつでもどこでも整理券取ることができるんですよ。でこれね、ほんま任天堂ワールド入る場合はすっごい便利なんですよね。でもね、この任天堂ワールドでね、めちゃくちゃ人気やから、それこそめちゃくちゃ混んでる時やったら午前中に整理券発券終了になって抽選会になることがあるんですよ。だからこれから任天堂ワールドに行く予定の方は、もちろんね公式アプリで取ることもそうなんですけども、パーク入場後は常に公式アプリで整理券情報をチェックしてください。そうしないとマジで抽選券に一瞬でなっちゃいます。で次に勘違いされがちなことなんですけども、まあ、これもね、まあ、整理券に関することなんですけども、任天堂ワールドに入場した後にアトラクションを乗る際に整理券いると思われがちです。ちょっとねこれ長いんですけども、で基本的にはもう任天堂ワールド入った後でしたら、アトラクションとかパークマーカーとかはもう整理券なしで体験とか乗ることができるんですよ。だから任天堂ワールドに入った後にまた新たに整理券取ることって基本的にはないですけども、1個だけ整理券必要なものがあるんですよ。でそれがキノピオカフェの入店整理券です。でキノピオカフェもうめちゃくちゃ混んでる時はもう入店整理券配布してて、キノピオカフェの前にクルーさんがいるんですけども、まあ、クルーさんが入店整理券配布してるんですけども、その入店整理券を持ってないとそもそもキノピオカフェに入れないことが多いんですよ。だからこれからキノピオカフェに行くって方は入店整理券はぜひ手に入れてください。あとこの入店整理券の注意点もあるんですけども、基本的に任天堂ワールドのエリア入場整理券もしくは抽選券って1日1人1枚しか取ることができるんですよ。だから1回任天堂ワールドに出たら、任天堂ワールドがフリー入場になってない限りは再入場で行くかなんですよ。基本的にキノピオカフェもめちゃくちゃ人気で、もう混んでるフェーズしたらもう 2,3 時間後の入店整理券になったりして、だから任天堂ワールドでいろいろ遊んで、まあ、任天堂ワールド出る直前に例えばキノピオカフェの整理券取ったとしても、そこからもう 2,3 時間後の整理券になってて、あ、任天堂ワールドで再入場できないからキノピオカフェ食べ終わらない限り任天堂ワールド出ることができないってなったりすることがあるんですよ。だから任天堂ワールドでキノピオカフェに行く予定の方は、任天堂ワールドに入ったらまず最初にキノピオカフェの入店整理券を取って、そこから逆算して任天堂ワールドに遊ぶのがいいです。ぜひ皆さんこのことも、ね、覚えててください。でもねこれ整理券見せたとしても、混んでる見せたら30分1時間待つことがあるんですよ。だから入店整理券プラス30分1時間待つとも覚えててください。で次に勘違いされがちなことなんですけども、ユニバのアトラクションに乗るたびにお金かかると思われがちです。でこれね僕もね確かに他の遊園地とかテーマパークに行くんですけども、1個のアトラクションに乗るのに数百円かかるものがあるんですけども、ユニバに関しては、ね、基本的にはパーク入場したらどのアトラクションも無料で何回でも乗ることができるんですよ。だからまあこれもねアトラクションショー基本的には全て無料で体験することができます。けどたまに有料のものがあるんですよ。例えば、まあ、さっき出たモンハン XR とオークとか、毎年やってるコナンザエスケープとか、あとはワンピースプレミアショーとかは必要なんですけども、基本的にユニバの常設アトラクションとか、あとはシーズンごとにやってるショーに関したら無料で体験することができるんで、そこら辺は安心してください。
これもめっちゃ質問いただくんですよね。で次に勘違いされがちなことは、ユニバのどの施設もオープンからクローズまでやってると思われがちです。で、まあ、ユニバのアトラクションに関しては基本的にオープンからクローズまでやってるんですけども、ユニバのレストランとかショップとかフードカートとかスナックスタンドは営業時間が決まってるんですよ。だからもうオープンからクローズまでみっちりしてるとこって基本的にはないです。でこれらの4つのうち、レストランとスナックスタンドに関してはユニバの公式ホームページから営業時間を確認することができるんですけども、フードカートとショップに関してはユニバの公式ホームページを見ても営業時間って書いてないんですよ。ですけどフードカートに関したらだいたい9時から10時にオープンすることが多くて、ショップに関してもだいたい9時から10時にオープンすることが多いんですよ。だからこれからフードカートとかショップ行くような方はその時間帯を目安に行ってください。けどエントランス近くにあるショップとかフードカートは基本的には閉園間際まで開いてるんですよ。あとこれもね結構勘違いされがちなことなんですけども、ユニバの全てのアトラクションのショー1年間ずっと動くと思われがちです。でこれなんですけども、ユニバのアトラクションのショーに関してもたまに運休期間って言って、その時期に行ったらやってないことがあるんですよ。でこの運休が多いシーズンは、例えばユニバのハロウィンシーズンとか夏休みとか春休みとか、そういうユニバの繁忙期の前のシーズンは結構ね運休が多いんですよ。だから例えばまあ1月2月とか6月とかは特に運休が多いシーズンになるんで、これらの月に行く予定の方はぜひ運休情報はユニバの公式ホームページからチェックして行ってください。でこれも間違って行っちゃって、例えばもうジョーズ乗りたかったけど、うわ今日ジョーズやってなかったやんってなったりすることがあるんですよ。で特にね、まあ、運休とかなりやすいアトラクションショーに関したら、ユニバの大型の絶叫系アトラクション、例えばハリドレとかバックドロップとかフライングダイナーとか、あとはこのジョーズみたいな水系のアトラクションっていうかな、例えば、まあ、ジョーズとか、あとは今はやってないですけどもジュラシックパークドライブとか、あとはユニバの常設ショー、ウォーターワールドとかシンゴンツアーとかユニバーサルモンスターズロックンロールショーとかは結構ね運休になることがあるんですよ。だからこれらはぜひ注意してください。あとちなみに先ほども名前出したんですけども、ジュラシックパークザライドに関したら2025年の初旬まで運休中なんですよ。だから、まあ、ジュラシックパークザライドに関したら今年も来年も遊ぶことができないんで、ぜひねそこをもう注意してください。で次に勘違いされがちなことなんですけども、まあ、この見てる方なら分かると思うんですけども、ユニバの公式オープン時間に開きがちです。でこれどういうことかって言ったら、まあ、例えば営業時間が9時から20時やとしたら、この公式オープン時間の9時より早く開くことがめちゃくちゃあるんですよ。でも大体の皆さんが、ね、もう公式オープン時間の1時間前もしくは1時間半前に開いちゃうことはあるんですよ。でこのね、まあ、実際に開くオープン時間のことをこのオミティ TV では一般オープン時間って言ってるんですけども、まあ、これからもですねこのオミティ TV の混雑状況の動画では徐々に噛んだけどこれからもこのオミティ TV の混雑状況の動画では、まあ、それぞれのまあ一般オープン時間を紹介するんで、ぜひねチャンネル登録してチェックをお願いします。で次に勘違いされがちなことは、飲み物に本数制限、あとは容量制限あると思われがちです。で今年の夏あたりから今までユニバって、まあ、ペットボトル1人 500ミリ1本までっていう本数制限があったんですよ。それが今年の夏からなくなって、10月20日の時点でも1人何本でも何リットルでもペットボトル飲み物を持ち込むことが可能なんですよ。でもこれに関してはね、パッとルールを変わったりする可能性があるんで、ルールが変わり次第このオミ TV でまた紹介しようかなと思ってるんで、これもね、チャンネル登録して待っていただきたいんですけども、いくらなんでも飲み物をめちゃくちゃ持ち込めるからって言って、まあ、5リットルとか持ち込んだらすごい大変じゃないですか。けどユニバの中でも特におすすめなレストランがあって、それがハッピネスカイなんですよ。でこのハッピネスカイはサンフランシスコエリアにあるレストランで、まあ、カネダミニオンパークの近くにあるレストランですけども、ここではなんとパークで唯一ドリンクバーがついてくるんですよ。だからそこでまあゆっくり過ごすのもありです。あと同じように手荷物関係の注意点を言うんですけども、今のユニバではパークに入場する前に手荷物検査があるんですよ。でもちろん手荷物検査をするからパーク内に持ち込むことができないものがいくつかあるんですよ。それがまずは危険物、武器場の製作物、これはですね例えば仮装する場合の武器場の製作物とかもダメです。あとは大きなカーとキャリーバッグ、これは結構ねインフォーゲストに引っかかる方が多いです。あと自撮り棒1脚3脚も持ち
込むことはできないんですけども、ハンドサイズのものなら持ち込むことができます。あとは全てのアルコール類、まあ、お酒も持ち込むことができないですし、あとはファストフード、お弁当類、まあ、食べ物も持ち込むことができないです。けどちっちゃいお子さんが食べる用のベビーフードは持ち込み可能です。でぜひね、これらのものを持ち込むことができないので皆さん覚えてください。けどね、楽しむ心は持ち込みましょう。はい、じゃあ今日ですね、ユニバ初心者が勘違いしがちなことを紹介しました。今これ以外にも、まあ、皆さんが思う、まあ、ちょっとね、初めてユニバに行った時に、あ、勘違いしてたなーってものがあったら、ぜひねコメント欄に書いてください。以上、いろいろ日常のこと勘違いしがちなまめちゃんでした。これめっちゃ事実じゃな。はい、じゃあこれからもね、いろんな楽しい動画をお届けするね、チャンネル登録できちゃうか、そして通知ボタンを押さえてあげて、バーイ。